宮武東洋は日本の香川県出身の写真家。太平洋戦争中、アメリカにある日系人収容所で隠し持ったレンズでカメラを作り、収容所で暮らす日系人を撮影したことで知られる。本名は宮武東洋男。収容所に収容される際に名前の末尾に王の文字が余分についていると勘違いされ削除されたため、それ以後、 宮武東洋の名前を使うことになった。20世紀写真界の巨匠、アンセル・アダムスやエドワード・ウェストンとも交友があった。第二次世界大戦下のアメリカ政府による日系人に対する強い敵視政策によって、在米日本人たちは鉄条網と監視等に囲まれた収容所へ強制収容された。その一つである、 マンザナー強制収容所へと家族と共に収容された宮武は収容所では禁止されていたカメラを自ら隠し持って、北レンズで同じく収容されていた大工にボティを作成してもらい、手製のカメラを作り上げた。そして同じく隠し持っていたフィルムで密かに収容所の実態を撮影していく。後に収容所所長のメリットの許可を得て、公式カメラマンとなり、 収容所の内部から収容者たちの日々の生活を移し、取っていった。ありがとうございます。